どうもお疲れ様です。8月10日朝6時の相場解説になります。 FX オリアルヒの皆様と速稼塾限定動画、これ共通の動画になっております。タイトルはね、3連勝の後はっていうことですよね。ピンとくるんじゃないですか。まずはね、今週月火水と倍の方で進めるということを宣言しながらやってまいりました。月曜日は倍、火曜日は倍、水曜日は倍ということでございました。で、そもそもその3日間の倍ですけども、ここに陽線がその3日間を表すものとして見えてます。ところがこの3つの陽線全く出てない時、陰線が2つ並んだ時に、私は今週は倍でいくっていうふうに宣言したことを思い出していただける方は、よく私の動画を見てくださってる方ですよね。この流れがわかるかどうかなんですよ。陰線は確かに出たけれども、だけどもこっからは陽線に向かうよってこと。一つ目の予兆がこれですよね。陰線の中でもこの迷ってる陰線っていうのをお話しましたよね。その後確かに下の方に向かう示唆はしたんですけども、ところが全体的にはね、上昇トレンドになってるわけですから、下に下がったからこそ上に上がる、つまり上に上がるための下に下がったっていうことがここでは言えますよってことを再々申し上げて今日に至るわけです。さあ、3連勝の後、今日勝った、月曜日に勝った、火曜日に勝った、そして昨日も勝ちました。で、結局3つの陽線が確定して、今ここにね、陰線が作られようとしてますよね、小さいのが。で、これはまあ今日ね、陰線に向かうってことが分かるわけではありませんけども、私はこう思ってます。3連勝の後は4回目もね、確かに同じ方向に行くだろうけども、ちょっと頭を冷やして、勝ちすぎるとやっぱり精神力も変わってきますんで、だからね、 0.5 ロットにしようかと思います。今日は半分、昨日までのロットの半分で今日は倍でエントリー、もしくはデモトレードでもいいと思いますよね。そういうふうに方針を打ち立てていこうと思いますね。せっかく3連勝したわけですから。ですんで、3連勝の後も3連敗の後も精神的にちょっとね、浮き足立ってるところがありますんで、一回リセットする意味でロットを減らすなり、デモトレードにするなりすることを私はお勧めします。今週はずっとテクニカルで進んできましたんでね、今日の深夜の材料までは、今日も材料が深夜までありませんので、テクニカルが効くという話でございます。じゃあ、日足を抜けて4時間行きましょう。4時間でお話したのは高値切り上げ、安値切り上げの話でしたね。見事にこういう風になってますね。はい、あとはね、ここを抜けるかどうかなんですよ。ここを、これが抜けるかどうかですよね。まあ、おそらく抜けるんじゃないかなと思いますけども、抜けずに横ばいになる可能性もありますんで、用心ということでございます。はい、そして1時間軸です。1時間も昨日はやきもきましたよね。ずっと横ばいだったんで。でも結局抜けましたね。昨日の倍作戦、そして夜勤、成功しました。で、ここまでが利益で取れたかなっていうところですね。私の場合はここまででしたけどもねこのヒゲ先まで取ったんですけども、これが22時です。そこから今日に至るまでまだまだ伸びてますんで、今日も上げ圧力があるというふうな解釈ですけども、でもね、私の場合は3連勝したんで、今日はちょっとね、ロットだけ抑えて作戦は倍でいこうと思ってます。はい、じゃあ材料の確認をしますね。今日木曜日はどんな材料があるかというと、8時50分は気にしないでもいいと思います。21時30分に CPI がありますんで、これはね、大きく動くことが考えられます。ですんで、今日はなるべく早くね、閉まっていくという形で、動きがあまり見られない横ばいになるようだったら、もうね、昼だろうと午後1だろうと、もう今日はおしまいにしてもいいかなと思ってます。で、深夜に大荒れがあって、金曜日は金曜日独立の相場になります。金曜日も結構イギリスで材料がありますね。はい、で、あと深夜のアメリカですね。うん、まあ、明日金曜日はもうぶっちゃけ、なんかもう今週儲かったし、やらなくていいかってみたいな感じですけどね。はい、じゃあ今日は以上です。また、オリガルヒの皆様は追加の放送させてもらいます。はい、放送をご覧の皆様にお知らせがあります。8月11日は明日のことなんですけども、金曜日の21時から、FX オリガルヒの受講生さんをお招きしてですね、1時間ほどの対談番組をやろうかと思っております。こちらの方は Zoom の URL を下につけておきますけども、この URL をご存知の方だけが参加できるものになっております。また後ほどですね、こちらの方アーカイブで、一般公開するか、もしくは有料販売になるかもしれませんけども、そちらの方はね、まだ検討中ですので、どうなるか分かりません。この放送をご覧の方、ぜひね、参加していただきたいと思いますんで、下の URL でチェックしてみてください。で、どうしてもね、この時間参加できないんだけども、泣く泣く、まあ、あのね、
見送る、そういった方もいると思うんですよ。その場合はちょっと事前に私の方にメール1本入れてください。こっそりとアーカイブをお届けしますんでね、そういう風にしておきましょう。じゃあ21時から明日8月12日よろしくお願いします。ゲストは古広さんです。